今日も一杯やりながらご覧いただいている皆様、こんばんは。今回はいきなり4軒目からスタートする異例のパターンでございます。さっきまで上野ではしごしてたような気がするんですが、どうやら私は今浅草に来ています。酔っ払い特有のパトロール魂でちょっと足を伸ばしてしまったようです。マグンドマグンド提灯もマグンドレンガやこまちえやふふふふふ。未発表曲を惜しげもなく披露した後はちょっと小腹も空いたので、あそこへ行ってみましょうか。酔ってる時の階段は要注意です。落ち着いてゆっくり降りましょう。酔うと定期的に来たくなる浅草地下街に到着しました。さて今日は久々にあそこに寄っちゃうか。その店のすぐ前にずっと前からあるヘアカットが800円でできる店があるんですよね。女性大歓迎の文字。ああだけど残念ながらショートカットの人限定みたいです。ああここはたまに来たくなるよね。この看板がいいでしょ。また昭和のねこういう感じもうなかなかないですからね。といってもね、私も8年ぶりぐらいにここの焼きそば食べるかもしれません。最近は役所広司さん主演のパーフェクトデイズという映画にこちらのお店がロケで使われました。さてホッピーにしましょう。とりあえずね、そういえば映画の中でもこれ食べてたね。ハツも食べてたんじゃないかな。目玉焼き乗せる人が多いと思う。私は今日はお腹いっぱいなのでシンプルで。やっぱり立ち寄りたいところって空気感に惚れるんだよね。昭和の趣がある店ってどんどんなくなっちゃうけど、こういうとこ大事にしたいよね。